弾いていくから好きなところでショットお願いします。ショット。はい、じゃあこのカードを覚えてください。はい。はい。うん。ですか？どうかちょっと困ります。はい。では今選んでもらったカード絶対に忘れないようにしてください。これ忘れられると僕はただトランプ混ぜてやりますんで。はい。おまじないをかけます。そうするとですね、今選んでもらったカードひっくり返って表向きに出てきます。はい、こんな感じで。違う。はい、違います。いや、まあ、5っていう数字にしてますからね。1,2,3,4,5だったかな。このカードが本当に選んだカードになります。違う。はい、違います。まだですかね。もう一回3っていう数字にして、1,2,3枚目、これが本当に、はい、失敗じゃないですけど、間のカード見てみます。続きがあって12月24日、そう、メリークリスマス。はい、はい、で最後この見込みのカードが僕からの今回は絶対に喜ばれるプレゼントの渡し方を紹介します。どっかの買い物ついでにレジ横のいちご大福おまけにどうぞみたいな感じで渡されるよりも、あ、こんなに考えてくれてたんだなっていう背景が見える方が絶対感動しますよね。もし共感してくれたらめちゃくちゃ嬉しいので、わかるわっていう人はぜひ高評価とチャンネル登録をして、ぜひ僕の仲間になってください。そして本当に特別な存在の人にこのマジックをやりたいっていう人は、さらに素敵な演出を最後にプラスして解説してますので、必ず最後まで動画を見てください。あとぜひ皆さんの参考になると思うので、どんなサプライズやプレゼントが嬉しかったか、逆に微妙だったなっていうもの、あとは自分がやってみて成功したもの、あと失敗したものとかね、エピソードありましたらコメントの方で教えてください。楽しみにしてます。それでは解説スタートです。このマジックは数年前に SNS でバズっていたものをアレンジしたものになります。用意するものは普通のトランプです。次にそのうち2枚のトランプの表面にメッセージを書いていくんですけれども、直接書いちゃってもいいですし、こういった透けない紙をトランプサイズに切って裏からはみ出ないようにテープで貼って留めても大丈夫です。メッセージの内容は実演はクリスマス用にしてますが、誕生日やイベントなど相手に合わせて内容は変えてください。例えばですが、1枚はメリークリスマスとか誕生日おめでとうみたいな感じで書いて、もう1枚の方にプレゼントの隠し場所のヒントを書いておくみたいな感じです。ちなみに当たり前なんですけれども、プレゼントを隠している場所絶対にバレないところにしてください。バレそうになったら領域展開してでも必ず止めてください。ちなみに元ネタの方は確か2枚にこんな感じでチケットを貼ってそのままプレゼントしてました。メッセージ付きのカードを用意したら、今度はトランプを特定の順番に並べます。まずイベントの日にちに合わせた日付順にカードを抜きます。ここではクリスマスと仮定して 1,2,2,4 の順番でカードを抜き出してます。マークは何でもいいと思いますが、色は赤とか黒で統一しましょう。次に日付分の枚数、今回だと 1,2,3,4 枚にプラス1した数字のカード、つまり5のカードをマークは何でもいいので1枚抜き出します。例えば日付が5月の4日、1枚2枚なので3のカード、6月15日とかだったら3枚なのでプラス1して4のカードになります。そのカードを抜き出したら、トランプの裏向きの一番上にまず表向きのその特定のカードをセットして、今度は裏向きで日付のカードを上にセットします。そして次にこの上にマークは何でもいいんですけれども、数字の3のカードを裏向きでさらに上に載せます。そして最後にメッセージカード2枚を裏向きで一番上に重ねて揃えてしまいます。今トランプはどうなっているかというと、表向きの特定の数字のカードがあって、その上に日付のカードが4枚セットされていて、その上に数字の3のカード、その上にメッセージカード2枚という順番になっています。以上がこのマジックの事前準備になります。次に手順を解説していきます。トランプを取り出したら、表向きで上の方だけ広げて、じゃあこの普通のトランプを使いますと言って見せます。この時に下の方にある裏向きのカードとメッセージカードが見えないように気をつけてください。見せたら今度は裏向きにして、親指で上からこんな感じで弾いてストップをかけてもらいます。ストップかけられたカードを抜き出して、そのカードをお客様には覚えてもらいます。この時に上からゆっくりカードを弾いてしまうと、奇跡のタイミングでストップを言われて、表向きのカードとこんにちはってなってしまう可能性がありますので、そのカードより下の方から上ら辺から弾いてストップをかけて止めてもらうようにしてください。今回はこのダイヤのジャックが選ばれたと仮定します。カードを覚えてもらっている間に半分に分けて、このセットした上の束のところに選んだカードを戻してもらいます。そして残りを重ねます。そしてこの時にトランプを混ぜているふりを行っているんですけれども、実演のやり方は少し難しいと思いますので、簡単なやり方を紹介します。トランプの真ん中あたりにセットしたカードがありますので、それより上ら辺の束をこんな感じで薄く持ったら、皆さんがよくやるようなシャッフルをこのまま続けます。これを数回繰り返すことによって、セットした状態のカード全く影響を出ずに混ぜているように見せることができます。これをフォールスシャッフルと言います。自信がない人はここの混ぜるふりの部分は行わなくても大丈夫です。今度はトランプをテーブルの上に置いて、おまじないをかけると、選ばれたカードだけが表向きになっていますと言って横に広げます。
綺麗に広げる自信がない人はこんな感じで崩すように見せていってもいいと思います。そしてカードを広げると最初にセットした表向きのカードが当然表向きになっていますので、自信満々でこのカードですかと質問しますが当然いいえと返ってきます。あれ間違えましたみたいな雰囲気にして、あ待ってください今度は数字に注目してくださいと言って、この5の数字に注目させます。5の数字が出ましたので5個上に行きますと言って 1,2,3,4,5 枚目のカードを表向きにひっくり返します。進む方向を間違えると本当に失敗して自分自身へのサプライズみたいになりますので必ず気をつけてください。このカードですかと質問しますが、まあお客様は当然違うと返ってきます。そしたら今度こそはもう一回チャンスをくださいと言って、今度は3という数字に注目して同じように 1,2,3 枚目のカードを表向きにしますが、これは本当にお客様の選んだカードになっています。当たった後はお好みの演出でいいと思いますが、実演ではここの4枚が日付になっていますので、はい、今日は何の日でしょうと言った後に、はクリスマスと言われた時に、はいその通りですと言ってメッセージカードを見せた後に、最後これが僕からのプレゼントだよと言って、プレゼントを隠してある場所を見せて終わっています。最後のこの部分はいろんな見せ方ができると思いますので、相手が一番喜んでくれそうな方法をぜひ考えてやってみてください。ここで終わっても十分不思議なんですが、さらに相手を喜ばせたいっていう人には、今海外で人気のトランプラブレターっていう、相手の好きなところを52枚のトランプに1枚ずつ書き込んでいってそれをプレゼントするっていうものがおすすめです。52枚って枚数がなかなか多いので大変ですが、書いてる途中で普段は意識しない相手の魅力にも気づけますし、もらった方もあこんなこと思ってくれてたんだって感じてくれるはずです。それを今回のマジックに組み合わせたものを紹介します。やり方はまずはもちろんトランプラブレターを52枚用意するんですが、先ほどのマジックで使ったものと全く同じトランプに書くようにしてください。用意したらそれをポケットに入れておくか、座っている状態なら相手から見えないように後ろに置いておいても大丈夫です。今回はトランプラブレターを右のポケットに入れていたと仮定します。そしたら先ほどのマジックの相手のカードがちゃんと当たるところまで演じます。そしてその後に間の日付とメッセージカードを相手に見せる前に、ここの間のカードに注目してくださいと言って、左右のいらないカードをこのまま左のポケットに突っ込んでしまいます。しまったら今度は間のカードをお客様に見せていきます。最後のメッセージのカードを見せて相手がびっくりしている間に、右のポケットからトランプラブレターの方のトランプの束を前に出します。表の文字が見えないように気をつけてください。タイムミスディレクションといって、相手はですねこの驚いてる間にトランプをどっちにしまったか、どっちのポケットから出したかっていうのでいちいち覚えていませんので、ちゃんと相手がこちらのメッセージカードに注目していれば堂々と入れ替えても気づかれる方が難しいと思います。トランプを堂々と入れ替えたら、今度はこのメッセージが書いてあるプレゼントの隠し場所に行く前に、このメッセージを書いたトランプラブレターをですね相手の手の上に乗せます。乗せたら相手で手でこんな感じで蓋をしてもらって、一緒にそのメッセージ書いてある場所に向かいます。プレゼントを見せて相手が驚いている間に、実はまだプレゼントがあってと言って、手の中のトランプにおまじないをかけていろんなメッセージが書いてあるのを相手に見せます。はい、今回のマジックはただセットしたところに選んでもらったカードを戻してもらって真ん中にカットするだけでできるっていう超簡単なマジックです。これをマスターしたいっていう人はいいねボタンを押しておくと、ライブラリの高く評価した動画リストにストックされるんで、すぐに見返して練習できますよ。今回はどうやって渡すかを解説しましたが、何を渡そうかって悩んでいる人はぜひ僕が大好きで尊敬しているモテキプロデューサー新野さんのこの動画を見てみてください。概要欄の方にリンクを貼っておきます。新野さんは相談成功率なんと 100% なだけじゃなくて、全国6社のマッチングアプリでいいね数1位をもぎ取ったっていう、もう恋愛のスペシャリストです。恋愛関係の悩みがある人は新野さんの動画を見ておけば全て解決しますので、もうぜひチェックしておいてください。次も皆さんが日常でやりたくなるようなマジック紹介していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次もお楽しみに。バイバイ。